第1問、フランス語でバラ色という意味があるピンク色のワイン全般を指す言葉は何でしょう。おお、早い。何だっけ、何これ。あーあーっつってる。ブーゼ。ブーゼ。へえ。実家は横浜にある老舗のり問屋、読めない商店である。やばいやばいよ、口です。あ、やばい。あ、やばい。出川だ。ちょっと読み切れないな最後ね。ドイツ語では魔女の一撃、正式には急性腰痛症という重いものも違う。今日で疾患のことは一般に何て言うでしょう。ああちょっとくそい。中島ラモが使いやすいとされる言葉で、安い価格帯の居酒屋のこと、またはそこで楽しむことを線でベロベロに酔えるということから俗になっている。何これ、どういうこと。 え何それ、初めて聞いた。初めて聞いた。女子の新体操競技で用いる5つのロープ、フープ、クラブ、ボールと、あと1つなんでしょう。やばい、わかんない。現在日本で原動機付き自転車免許が取得できるのは何歳からでしょう。え、わかんないけど、わかんないけど。あ、間違えた。やったー、宙返り1回の間に10万8000里の距離を飛ぶという中国の最有機な孫悟空が乗る雲の名前は何でしょう。え、何惜しいね。遅い。惜しいな。遅い。P 式 MGR なんかの様々な方式で分類される帯域タイプのこと。え、何それ？帯域タイプって何？終わったわ。マイル終わった。血液型。血液型なの？別名をスティップリングともいう、線を用いて点を集合することで、ジョルジエルスラが消失する絵画の技法を日本語でなんて言うでしょう。知らん、何それ。わかんないよ。難しい。点描法。知らん。わかんないよ。化学変化の前後において物質の総質量は変化しないという法則。何の法則？え？やべえ、わかんねえ。なんだっけ？あ、質量保存。質量保存だ。プロテスタントが新教と呼ばれるのに対して、旧教と呼ばれるのはローマの教皇を頂点とするキリスト教最大の教派を一般に何と言うでしょう。何と言うだっけ、忘れた。カトリック。英語版のでの名前はメガマンという、初代はライト博士が家庭用の手伝いロボットの戦闘用ロボットに改造したという設定のカプコンのアクションゲームシリーズのキャラクターは何でしょう。これ何、知らない。ロックマン。誰だ、ロックマン。なんか聞いたことある。もともとは国際貿易商事という社名で、靴と医療の輸入販売商社たち、ね、ブランドアスコック。え、何これ、知らないんだけど。わかんない。 ABC モードとかよ、知らないよ。学会においてる実際に活動してないです。姿が見えないということから何部員というか、あ、ねえ、持ち間違えた。1919年パン職人の田辺源平が作ったものがまず毎月長官同伴パン、え、なじみのパンといえば何でしょう。コッペパンかな。あ、あった。ララララ、コッペパン、コッペパン。どういうのが追いつかないんだけど。帰り高速ネタ、戦術語なんていったこと、意味合いの言葉に漢字一文字は何でしょう。知らない。わからない。知らない。あ、イタリア語でプリマベーラ、フランス語でプランタント、英語でスプリングといえば、いつのどの季節のでしょう。知らないよ。よかった。知らないよ。英語でスプリングだもん。映画自由学校がヒットしたことから、大英の松山英雄が命名した4月末から5月大型連休、
リッチ。いいな、こてん。ゲスマンションの手伝い。成長が良好な引き抜いてしまう作業を何て言うでしょう。動き。終わったじゃん。もうアイルなんて失格だからね。答えられてないんだから。まあレンカはアイルと違って2位だから。ロンがいいじゃん。アイル、アイルちゃん、最後まで見てくれてありがとう。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。SNS もやっているのでぜひフォローしていってください。よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。